キチャンネル。こんにちは。さあ、月曜日です。総チェック。はい。ということで、ね、早速やってまいりましょうね。今は1日撮るというね、ところでやっていますけども、4月26日の試合、金曜日、ね、金土日総チェックですけども、金曜日はですね、なんと2連戦というところで、DeNA、巨人、阪神、ヤクルト戦のみの試合展開でしたけども、まずは DeNA 対巨人、7対2で DeNA 初戦先勝というところでね、この日も、J スポーツオンデマンドでケチャップさんとミキさんとね、佐々木で解説させていただきましたけども、なんと7対2、DeNA の勝利ということで、まあ、巨人はね、前のカード中日に2安打、3ラン坂本の、ね、1本で勝って、中日戦勝ち切ってね、この DeNA 戦どうなのか、逆に DeNA はね、阪神に勝ってたところを最後まくられてね、負けたっていうところで、まあ、どうなるのか、初戦非常に大事なところで、戸郷東のね、両チームのエースの対決っていうところでしたけども、ジャイアンツ先発戸郷、7回99球、5安打4三振、1四球1失点っていうところで、まあ、数字上はね、いいピッチングだけども、状態的にはね、そんなね、良くなかったと思う。まあ途中ね、足にピッチャーゴロが当たったっていうところもあるけども、若干肩の開きが早くて、腕下がり気味で、ちょっと抜け気味のね、フォークもストレートも球が多かったかなっていうところもあるんで、状態的にはね、そんな良くなかったんじゃないのかなと。まあその中でもね、素晴らしいピッチング。DeNA 先発、あとはね、7回96球、7安打6三振、2四球2失点と、こちらもね、いい形の投球で、まあ7回2失点だからね、それはもう攻められないっていうね。ところで DeNA はね、3回裏に先制。この日からね、オーダー大きく変わって、1番に小原、そして2番に石上、そしてずっと開幕から1番だった。渡来を8番に下げたというところで、これがね、三浦監督采配大成功というところで、3回ね、先頭の黒原ライト前ヒットで、石上がね、センター、左中間に、ツーベースを打つんだけども、これね、センターね、萩をね、スライディングキャッチで止めてね、それ立ってからの返球の速さ、これファーストランナーね、桑原を本塁に変えなかった素晴らしさっていうところもあるし、あれもしね、取れなくて抜けてたら、桑原は本塁に変えて、石川もね、スリーベース行ってたと思うんだよね。で、その後ね、ノーアウト2、3塁から佐野のね、セカンドからの間に行って、これはもうね、ジャイアンツがね、内野後ろに下がってね、内野ゴロ行って OK ですよっていうところあったけども、仮にこれね、桑原本塁1点入って石上3塁だと、こう2失点してる可能性あったから、その中ではね、あの、萩尾のアゲッシブなね、スライディングで、左中間に抜けるゴロをね、止めるっていうところでは非常にね、グップレー。ね。で、その後ね、ワンナウト3塁になって、牧の時にね、3塁ランナー石上ね、もうこれギャンブルスタートね、スタート切ったけど、サードライナーでね、ハドラックっていうね、ついてない。で、ダブルプレーになって1点のみっていうね。で、ジャイアンツもね、こう、下位打線躍動っていうところで、5回ね、ワンナウトから7番萩尾がね、ツーベース。吉川がね、ライト前ヒットで、ワンナウト1、3塁のチャンスを作って、ここでね、戸郷がね、もう最初からバンドの構えしてて、ね、送りバントね、これ解説でも言ってたね、送りバントで見せかけてセーフティースクイーズありますよっていうところで、戸郷のバントがめちゃくちゃ素晴らしかった。ファースト側ね、いい時だ。で、あとはずっと最初からバントの構えしてるから、ファーストの佐野のね、ちょっと出足も遅かったっていうところもあるけども、それを転がったのを見て、萩尾がね、本塁突っ込んできて、セーフティースクイーズ成功っていうね、形で非常にね、素晴らしいバント、そして素晴らしい走塁。で、2アウト2塁になって、門脇がね、1塁間を抜けるライト前かなっていうところをね、セカンド牧がね、ギリギリで止めてね、まあ、でもファーストは内野安打。そのね、ちょっとね、ヘッドスライディングね、ダイビングしながら止めてね、ちょっとボールこぼしたから、その隙を狙ってね、セカンドの吉川がね、本塁突入するけれども、牧はね、そこから慌てないでボールを取ってね、本塁へね、ワンバン送球で、完璧なスローイングでね、タッチアウトっていうね、タイミング的には余裕だったけども、これはね、吉川はね、回って成功。これはね、回らなきゃいけないね。そういうところでは、牧のね、素晴らしい、プレーっていうのはね、際立ったかなっていうね。で、その中でね、7回表、ここもね、ワンアウトから、萩尾がね、スリーベース、そして吉川のタイムリーヒットっていうところで、この吉川の時ね、ちょっとツーシームね、ちょっと後がね、甘めに入ったかなっていうところもあるけども、でここでね、2対1でね、逆転勝ち越しっていうね。まあ、これでそのまま勝つかなと思ったけどね、7回もね、戸郷続投してね、三者凡退に抑えてっていうね、で、DeNA もね、ほぼほぼチャンスなくね、来た中で6回裏。俺ピッチャーね、バルドナードかなって思ったけども、ここでね、ピッチャー西舘、ルーキーからね、10試合連続の、開幕からのホールド記録っていうところを打ち出してね、西舘。でもそこでね、まだ先頭1番に入ったね、今日桑原、ね、センター前ヒット。で、石上がね、送りバントをきっちり決めて、ワンアウト2塁からね、佐野のね、左中間に抜けるタイムリーツーベース。ここね、最後決め球のカットがね、逆球になっちゃったっていうところで、あそこね、投げ切りたかったね。まあでも今日これ初失点だからね、もう攻められない。で、同点になって、2アウト2塁からね、牧に、カットカットで空振りしてね、インコースストレート。だから多分バッテリーとしては、
追い込んだらね、牧追っつけてきたりするからね、その逆手を取ってインコース行ったけども、牧は1球目も2球目も3球も全部同じスイングで引っ張り込んでね、まあ前進守備引いてなかったらレフトフライだったけども、前進守備引いてることによってレフトの頭を越えてタイムリーツーベースで逆転。で、その後ね、宮崎がセンター前ヒット。で、関根がね、デッドボールっていうね、こう関根のデッドボールのもね、ワンアウト一三塁からセーフティースクイーズ。これね、その解説しててコペットライトもあったんだけどね、あのワンアウト一三塁で、まあ、あのセーフティースクイーズ行って、で、まあ、結果的にはね、引いてて足に当たってデッドボールになったんだけども、引いてて足当たって、でキャッチャー大城が取って、であの三塁ランナーね、あの飛び出しててね、3本間挟まれて、まあ、アウトになったんだけども、であのデッドボールって言って、その後満塁になるんだけども、これ誰かが作戦間違えてんだよね。仮にあれがセーフティースクイーズだった場合ね、飛び出しちゃダメだよね。飛び出、もうスクイーズみたいに走ってきちゃダメだよね。で、これスクイーズだったらバッターの席ね、引いちゃダメだよね。だからね、奇跡的に何もなかったことになってるけど、あれ誰かサイン間違えてたと思う。あのスクイーズだったら関根を引いちゃダメだし、セーフティースクイーズだったら三塁ラン飛び出しちゃダメだからね。あれ謎だったね。でもデッドボール当たっててよかったよね。ちゃんと関根もバット引いてたからね、リクエストだったけどね。で、ワンアウト満塁になって、山本はね、サードゴロ、これね、坂本がナイスプレーで本塁投げてね、大城の足が離れてるのかどうかっていうところでね、牧がスライディングするけども、まあ離れてるかどうか分かんなかったね。ギリギリついてたかも分かんないからね。で、その後あのツーアウト満塁になってね、まあ、ここ船場様が、宮崎からね出てきたけども、でツーアウト満塁になってね、高梨に代わって渡来ね、今日3安打目満塁ホームランクパってね、最後も3ボール2ストライクになった時点でもうスライダーしか投げれないからね、だからもう3ボール2ストライクになった時点でもうジエンドだね。もう誰が100人中100人野球経験者だったらこれもスライダーしかないなっていうね、まあ、それをね、甘めに入ってきたところを見事ね、ミッションすることなく打ったね、渡来が素晴らしいけども、ちょっとカウント負けだったかなっていうね。で、9回はね、森原が完璧に抑えて7対2逆転勝利ね。大城はね、まだこれで苦しい苦しい苦しい状況があるけども、これ打ち勝っていかなきゃいけないね。打つのもノーヒットで大量失点で負けたらね、これなかなかまだね、チャンスなくなるけども、今辛抱の時だね、はい。どうなっていくかっていうところはね、次の試合、土曜日ね、どうなるんでしょうか。さあ、ということで、27日の試合、DeNA 対巨人、2対1で巨人の勝利ということで、前日ね、終盤まさかの大逆転劇から、2日目ね、巨人が2対1でね、競り勝ったというところで、まあね、打線的にはジャイアンツ6安打というところで、まだ全然ね、機能してないけども、この2回にね、岡本が、久しぶり、2週間ぶりのね、ホームラン、グッパって、これでね、またね、状態ね、上がっていくかなっていうね、ところで、まあでもその後まだね、3打数、この1本だけだったからね、この試合もね、まあここから次の試合に向けてね、まあやっと坂本もね、中日戦でホームラン打って、岡本も打って、まあここからどう上がっていくかっていうね、で、その後にね、萩尾のショートね、内野安打。で、オコエのね、ライト前ヒットで、ここのね、ランダムプレーね、ここをサザエがね、解説しましょう。まずね、萩尾ね、最初からコーチャーが中途半端だったのかな、わかんないけども、躊躇しながら三塁に行って、で、ライトからの返球がショートに行って、で、オコエがね、サードに投げるかと思って、セカンド狙ったら投げないでね、ランダムプレーになったんだけども、で、6、3、4って言って、もうファースト誰もいなくて、お声がね、ファーストに帰ってきちゃったっていうプレーなんだけども、あれがね、一番ダメなのはね、佐野です。はい。まず、ピッチャーは三塁のバックアップのカバーリングに行ってます。で、キャッチャーはファーストに行くことはできません。なぜならサードランナーが、だから萩尾がホームに帰ってくる可能性もあるんで。というところに考えると、セカンドショートはサードに向けての中継に向けてセカンドベース付近にいます。佐野はバッターランナーオコエの元でファーストベースにいます。ね。この配置を皆さんね、イメージしてください。で、サードはサードベースね。で、ってなった時に、ここで佐野が中途半端に追っかけてセカンドに投げてどいた場合、ファーストは誰も来ません。キャッチャーも行きません。ね。ピッチャーは行けません。誰も絶対来ません。ね。ってなった時に、あれをやらなきゃいけなかったことは、佐野はもうすぐセカンドに投げる。すぐセカンドに投げて、もう一回自分で受ける。で、牧を追っかけてきて、で、牧が佐野に投げましたってなってくると、
あの、佐野は今度ショートの石上に向けて走っていく。で、牧は投げたから佐野の後ろにつくっていう形で、誰一人いなくなることないです。で、そうしてる間に、レフトがセカンドに来るようになります。もしくはセンターがセカンドに入ってくるようになるんで、ね、ランダープレイ数が足りなくなることないんですけども、あれをね、佐野が行っちゃうと、もう佐野の後ろは誰もいないって分かってなきゃいけないから、アマチュア皆さんね、やるとすれば、あれはね、すぐセカンドに投げる。で、ランダープレイね、三塁ランナーに行った萩尾を見ながらランダープレイでアウトにする。で、まあその後ね、大城の犠牲フライだったんで、これノーアウトだったんでね、どっちにしても1点入ったかも分かんないけどもね、あのプレイの解説としては、やっぱね、ファースト佐野がすぐ投げてもう一回自分で受ける。これがね、最善っていうか、これしかないプレイだったのがね、中途半端におかげだったのが、ファースト誰もいなくなっちゃったっていうところですけどもね、まあここでね、しっかり2連取って、ね、行く中で、まあね、この席先発、横がね、5回89球、3安打1三振、2四球、無失点というところで、まあ、カットボール、スライダーね、左バッターには、フォークボール、そして緩いカーブ、右、左関係なくね、といったところで、変化球、とにかく低めにね、丁寧に投げ切ったなっていうね、その中で5回しっかり投げ切ったっていうところも良かったしね、前日、渡来にホームラン打たれた高橋をすぐ使ってね、まあ、1つフォアボール出すけども、2三振でしっかり抑えて、でその後、ケラーがね、宮崎に、バーンとね、レフトスタンドにホームラン打つけれども、まあ、しっかり踏ん張りながら、ワンアウトね、一三塁で代打楠本、ここ三振ね、ここで、ケイ、楠本打ててたらね、最低でも同点ね、追いつきたかったなっていうところもあるけれども、ね、そこ三振取って、ツーアウト一三塁で、桑原に対して船場様を出して、船場様のね、ライトフライ。で、9回ね、バルドナード、2つフォアボールね、ツーアウトからね、二つフォアボール出すけども、しっかり抑え切って最後ね、大勢に逃げ切るっていうか形で、まあ DNA はね、宮崎のヒット一本。その後ね、だから巨人のようにホームラン岡本出たけども、その後ね、しっかり繋いでもう一点取る。ね。この DNA も宮崎ホームラン出た後にしっかり繋いできて、ここで一点取れればっていうところだったけどね。そこはジャイアンツね、今日はリリーフ陣がね、なんとか踏ん張ったかなっていうところです。で、DeNA 先発 K ね、7回85球、5安打4三振、2球2失点というところで、球数も非常に少なかったしね、ストレートしっかり投げながら、スライダーね、チェンジアップっていうところで横の揺さぶり緩急もあったしね、非常にいいピッチングだったかなと。まあ負けたけどね、攻められないっていうね。で、この試合ね、一番良かったのはね、なんて言ってもね、大城をね、またスタメンでね、2日連続使ったっていうところがね、安倍采配、グッてね。まあ、ここまでね、なかなか、大城もね、出番がなく約1週間ぶりのね、機能スタメンだったのかな。で、その中でね、小林、岸田がね、いい形の、リード、試合展開、最少失点で抑えてくる中で、まあ、前日ね、渡来の満塁ホームランもあったりして、ビッグゲームで負けて、本人もね、打てずっていうところで、これでね、次の日スタメンじゃなかったら、また大城が迷ってくるのよ。ね。で、使い、で、ここでまた次にね、山崎伊織とかね、高橋礼とかで組んだりしたら、うまく抑えてもね、ピッチャー良かったとか言われ出すのよ、ファンの人も含めてね。でもここで横側っていうところでもう一回大城をね、続けて出して、ね、大城も頑張れと、ここで踏ん張りどころやっていうところで、しっかりね、その横側をリードして、ね、横川ヒロミインタビューでもね、大城とそのコミュニケーションを取りながらしっかりできたっていうところも言ってたしね、低めの送球、制球ね。で、ヒットは打てなかったけども、犠牲フライで1打点も上げてね、最高の追加点もできた。で1失点で試合も抑え切った、まあ、途中でね、小林と変わったけども、これはね、阿部監督の采配、まあ、同じキャッチャーだからっていうところもあるけどもね、大城を干してるわけじゃなくて、いろんなことを考えながら岸田、小林、大城を多分うまく使いこなしてると思うんだよね。試合のまだ開幕してね、シーズン序盤だしね、これで変わるとね、大城が腐っちゃうんで、腐っちゃうっていうかね、ダメになっちゃうっていうところがあったと思うんだよね。それをね、2試合連続で、ね、使って、しかも横側っていうところでね、よりね、使う効果があったところで、見事にね、大城も期待に応えて結果を出したっていうところではね、まあ、試合に勝ったっていうね、結果を出したというところでは、非常にね、この試合ね、まあ、試合内容もさることながら、大城がね、スタメンにね、出たっていうところでね、安倍采配ね、ぐっと上げたいね、これはね、しかもそれで勝ち切ったのはね、より良かった。これ負けたか、負けるかもしれなかったからね、大城にとっても勝負どころだったけども、非常にね、これは大事なね、大事な大事な、本当、1年間終わって、もしジャイアンツがね、すごいいい形のシーズンを終えた時にはね、大城がもしすごいいい形のシーズンを終えた時には、この試合がね、キーポイントになったって言われる可能性もあるから、ファンの皆さんもね、まあ今後わかんないよ、ババって落ちるかもわかんないしね、なんてことない試合だったかもわかんないけども、ひょっとしたらこの試合がね、大城にとって今年のね、良くなっていくキーポイントになる可能性もあるんでね、ぜひ覚えておいてください。結果、2勝1敗でジャイアンツの勝ちでした。
続いて28日の試合、DeNA 対巨人、6対2で巨人の勝利ということで、このカード巨人の勝ち越しっていうね、まあ岡本がホームランを打って一気に打線爆発するかっていうところでね、しっかりね、この日はね、阿部采配ね、打順を変えて1番ね、丸、2番佐々木っていうね、この2人が躍動してね、両者ともにね、猛打賞ね、非常に、チームとしてね、いい形の点数になったんじゃないでしょうか。ね、巨人は4回表ね、ワンアウトから門脇ツーベース。で、高橋でアウトになるけども、ツーアウト二塁から丸がタイムリー。そして、佐々木がタイムリーっていうね、ところで、しっかりね、2点先制っていうね、もうこの間にね、大抜きのボークとかあったけどね、丸が走ってね、慌てちゃったっていうところはね、あるけどもね。でもすぐね、その後4回裏、ね、高橋でちょっと制球乱しちゃってね、4回3分の1、92球、1安打1三振、7四球2失点だからね、よくまあ2失点で踏ん張ったなとね、DeNA 先発を抜き、5回92球、6安打3三振、3四球2失点、まあこちらもね、まあ最低限踏ん張ったピッチングができたかなと。DeNA はもうね、この4回だね、もうジャイアンツと DeNA もどちらにもこの4回裏がね、この試合のキーポイントだった。ね、先頭差のフォアボール、で、牧がレフトでツーベース打って、宮崎フォアボール、で、ここで、ノーアウト、満塁からね、楠本の、セカンドゴロの間に1点、で関根のね、セカンドゴロの間に1点っていうね、内野ゴロ内野ゴロで2点取って、まあ同点なんだけど、ここで1本パーンってもし出てたらね、ひょっとしたら DeNA のね、有利の形でね、試合展開してたかなっていうね、いうところもあるし、この5回ね、ワンアウトからね、渡来、石上、佐野とね、3者連続フォアボールでワンアウト満塁。で、ここで高橋麗からね、堀田に変わるんだけども、牧がね、5-4-3ダブルプレイ。ね、このね、サード中山ライトね、プレイ、ちょっとなんかイレギュラーしたかな、若干ね、なんか変なイレギュラーしたような感じだったけどね、取ってからも早かったしね、この5-4-3ダブルプレイでかかったしね、まあ、堀田はこれで勝ち投手になるんだけども、ここで牧に1本打たれててもね、多分終わってたね。これだから4回裏と5回裏のね、この中、特に5回裏ね、この堀田がね、今日のジャイアンツを勝たした、キーポイントプレイヤー、グッピッチ、スパイラルグッ、ナイス。ね、で、そのね、大ピンチを、防いで、6回表にね、小林がセンター前、で、門脇送りバント失敗するけども、バーッと、ね、で、ウレーニャのところでね、門脇がしっかり盗塁成功して、で、ウレーニャは三振するけども、丸がね、またまたタイムリーツーベース、そして佐々木もね、タイムリーツーベースで一気に2点、ね、4回とね、同じような展開。で、8回にもね、ワンアウト三塁から丸が犠牲フライを打って、その後佐々木がレフト前ヒット。で、吉川がね、タイムリーツーベースと、今日の試合ね、丸が4打数3安打3打点。で、佐々木がね、2番佐々木5打数3安打2打点。で、3番吉川ね、5打数2安打1打点と、この1、2、3番でね、7安打、そして6打点。グッパッグッパッティングがね、ほんと素晴らしいね。で、まあね、高橋麗の後、堀田がね、ダブルプレイ打ち取って、その後井上、そして泉とね、しっかり0点で抑えて、6対2でね、勝ち切った。まあ、DeNA3 安打だからね、まあちょっとなかなかね、ノーチャンスだったかなっていうところと、4回裏と5回裏ね、牧のところ、そして楠本ね、関根のところ、1本出てればね、DeNA がね、一気に大勝した可能性もあっただけに、非常にね、6対2、点差は4点だけどね、勝負のね、接戦というところでは、非常にね、厳しい、面白い展開だったと思います。まあ、このカードね、結果的には2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。続いて、阪神対ヤクルト。8対2でヤクルトの勝利というところで、ヤクルトね、先発、今季初先発ね、小川ね、7回93球、5安打4三振、無四球2失点というところで、非常にコントロール良かったね、制球も良かったし、変化球との緩急も良かったし、まあ、初先発とはね、思えないぐらい、まあね、長年ヤクルトをね、引っ張ってきた大黒柱のね、存在感っていうところがね、非常に、まあ前の試合ね、カープ戦でね、結構ね、賑やかにね、打たれてランナー食べたからね、その中ではこのね、小川のピッチングは素晴らしかった。で、阪神先発青柳ね、3回3分の1、87球7安打2三振、2四球5失点っていうところで、まあヤクルトのね、ちょっと逆方向意識のバッティングにね、これチームオーダーだったか分かんないけど、この逆方向意識のバッティングにやられちゃったかなっていうね。2回の表、ワンアウトからサンタナレフト前ヒット。で、長岡もね、流してレフト前ヒット。で、中村がね、ライトで流し打ちでタイムリーツーベース。で、ワンアウトに三塁から竹岡がね、流し打ってレフトに犠牲フライできっちり2点先制。で、4回にもね、長岡がレフトへ流し打ち。で、7番中村がライトへ流し打ち。で、竹岡のね、ショートゴロを木浪がファンブルエラー。これね、この試合、阪神4つエラーしてるからね、それはなかなか勝てないよね。で、ノーアウト満塁からね、小川が押し出し。で、続いて西川がセンターへ犠牲フライ。で、ここでまたね、木浪がね、プロンチョプロ、あれ、大山に当たりそうと思ったのかな。テン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 ってなって、エラーで失って、で、ワンアウト2、3塁から丸山がね、また流し打ち、レフトへタイムリーヒット。で、ここでね、漆原に変わるんだけども、で、ここで5対0で。
で、阪神もね、4回裏に、森下のホームラン、そして5回裏にね、代打糸原のタイムリーっていうところで、2点ね、取って追い上げるんだけども、この6回ね、西川のタイムリー、そして、村上のね、ファーストゴロを大山がね、後逸っていうね。で、7回にもね、先頭長岡のショートゴロをね、木浪が後逸っていうね。で、ワンアウト一三塁から、ここね、もう、石橋を叩いて分かるんじゃないけども、大川がセーフティースクイズで8点目を取って、8対2、完勝だね。これも、阪神仕方ないね。こんだけエラーしてたらね、もう悪いものが全部出たんちゃうかっていうところでね。なかなか、苦しい、試合展開だし、ちょっと気持ちがね、試合しながら、消えちゃったとこもあったかなと。青柳はね、5失点だけども、自責にっていうところだからね。なかなかね、青柳にとっても苦しい展開だったけども、まあ、ヤクルト打線がね、やっぱり逆方向、逆方向を意識して、このね、青柳をチームでね、一体感を持って攻略しようっていうところが、功を奏してね、いいバッティング。その中でね、阪神のエラーも合間もやってね、そのエラーをしっかりついて得点をしていくっていうところでは非常にバランス良かったし、まあ、それをね、しっかりね、リズムを作り上げたのも、先発大川がね、しっかり7回をね、2失点でまとめ上げたと。で、その後ね、大西木澤とね、しっかりね、0点で抑え切って、試合を勝ち切ったっていうところでは、広島戦ではね、ちょっとバタバタしたけども、このね、カード変わって初戦ね、ヤクルトとしてはいい形かと。逆に阪神はね、ここまでそんなエラー数多くなかったけどね、この一気に4っていう風とフォローを締めてね、もうちょっと締めていかなきゃっていう中ではね、まあ明日はどういう展開になるのかっていうところで、初戦をね、ヤクルトが8対2、完勝でした。続いて27日の試合ね、阪神対ヤクルト5対4で阪神の勝利というところでね、前日はね、8対2でヤクルトをね、小川にやられて、しかもエラーもね、4つして、ここの試合ね、阪神にとっても大事だった。これ、ズルズルいかないためにもね、これでね、またヤクルトに負けてズルズルっていく可能性もあっただけに、金曜日ね、嫌な感じで負けて、ミスもいっぱいして、なんか悪いな、連勝も止まっていいやーっていうところで、すぐこのね、連敗しなかったのはね、めちゃくちゃ大きいね。まあ、その中でね、ヤクルト先発サイスリード、4回3分の2、78球、5安打3三振、2四球、1デッドボール4失点。で、阪神先発ね、勝ち投手大竹、6回3分の1、88球、6安打6三振、無四球3失点っていうところで、まあ、大竹で言えばね、ほんと、クイックで投げたり、ゆっくりなフォームで投げたり、ストレート投げて緩急つけたりっていうね、投球の緩急ももちろんながら、フォームの緩急もね、まあ、前回登板もそうだったけども、つけながらね、自分の持てる技術をね、すべて繰り出してね、160キロのパワーピッチがあるわけじゃないね、すこぶるフォークが落ちるパワーピッチがあるわけじゃない。でも自分にはね、テクニックがあるっていうところで、フォーム、そして緩急、投球、すべてのテクニックを駆使して、6回3失点はね、非常にフォアボールもなかったし、試合作ったんじゃないのかなと。まあ、サイスミードはね、まあ、4失点、まあ、近本にやられちゃったね。こう近本のスリーランがね、もう一番ね、あ、近本のツーランか。これがね、もう一番ちょっと大きかったかなっていうところでね、まあお互い両チームね、チャンスはね、ものにしたかなっていう中で、ヤクルトはね、初回、塩見がね、初球先頭打者ホームランね、これはグッバッティングなんだけど、また腰でね、変わって、ちょっとやっとね、山田が帰ってきたのに、塩見がいなくなったらね、ヤクルトとしてもちょっと都合が悪いんじゃないのかなと。で、2回表にもね、先頭サンタナがツーベース。で、ここでね、サンタナが3投、大谷がね、ホームゆっくり上げてたからね、そういったところ隙なくしっかり見てるっていうところでね、3投して、で、山田のね、センター犠牲フライ。これね、若干浅めだったからどうかなと思ったんだけど、近本もね、多分タッチアップしないんちゃうかと思って、その、後ろから入ってこなかったんだよね。もう真下に入っちゃって、送球に対しての、スピードが出せないで、ホーム間一発ね、セーフになっちゃったけど、あれもうちょっと後ろからね、反動つけてきてたらね、ひょっとしたらさせたかもしれないっていうところで、ちょっとひょっとしたら油断があったかもしれないね。まあ、そこをね、サンタナがしっかりついて、この2点ね、このままね、前日の嫌な流れから行くかなっていうところで、2回通りはね、2アウト1、3塁から、今日はね、木浪に代わってね、8番ショートね、小畑ね、センターへタイムリーヒット。これよ。この変わった選手が活躍する日替わりヒーロー、強いよね。そうなってくると阪神はね。で、5回裏もね、先頭その小畑からね、センター前ヒット、で、大竹が送りバントを決めて、近本がね、もう高めね、高め狙ってましたっていう高めをね、見事にライトスタンドでツーランホームラン。狙って打ってホームランだからね、素晴らしい。で、このね、2点で終わらないで、その後ね、ツーアウトからね、森下フォアボール。だから最終的にこの森下のフォアボール痛かったね。で、ここでね、エスパーダに代わって、大山ね、ワールドピッチ。ここ止めたかったね、しっかり。パッパッチしね、止めたかった。ワンバン。で、そしてね、大山のね、レフトへタイムリーヒットで、一気に3点っていうね、このね、集中だね。一気にものにした。で、ヤクルトもね、7回表。だからヤクルトはここだね。7回表、ワンアウト満塁でね、大竹から、桐敷に代わって、中村がね、三振。で、ここの三振もね、最後で、インコース寄りのストレートまっすぐ、あれ角度ね、あるよね。
で、その後ね、エスパダから代打青木ね、ここフォアボールになってツーアウト満塁からね、赤羽ね、最後ストレート空振り三振、ここで一本ね出てたらっていうね、その大山がね一本出したっていうところとね、ヤクルトは一本出なかったっていうところがね、まあ勝負手だったかな。で、7回ね、点取られてもしっかり7回裏に、森下がね、2アウト2塁からタイムリーヒットっていうね、こちら2アウトからしっかり点取って、で、9回ね、ゲラから竹子がね、ライトスタンドホームランで1点差に追いついてね、次長岡もライト前ヒット、中森送りバンド、青木レフト前ヒットで、ワンアウト1、3塁ね、ビッグチャンスで代打川端、ね、ここでセカンドライナー、これ痛かったね。では丸山三振で1点差追いつけずっていうね、形で、まあヤクルトとしてはね、チャンスあったけどね、そこで一本出なかった。逆にタイガースはね、チャンスあった中でしっかり出物にしたっていう、お互いね、お互いチャンス同じぐらいあったからね、そこを物にできるか物にできないか、追加点取れるか取れないかっていうところでね、タイガースが勝って、まあね、前日の嫌な流れからね、しっかりこの回勝ち切れた、ね、この試合勝ち切れたのは大きかった。明日ね、どうなるでしょうか。5対4、阪神の勝利でした。さあ、28日ね、阪神対ヤクルト4対3で阪神の逆転勝ちということで、このカード2勝1敗で阪神の勝ち越しっていうね、ところになりましたけど、ヤクルト先発コーダーね、5回99球、6安打3三振、2四球2失点と、まあ、試合も作ってね、勝ち投手の権利を持って交代、まあ、逆転されたけども、小沢本人のピッチングはね、良かったし、今年は本当ね、小沢安定してね、いいピッチングできてるなと。で、阪神先発最近ね、5回96球、7安打5三振、3四球3失点っていう形でね、まあ阪神はね、2回裏、ね、大山レフト前、ノイジーレフト前、で、ノーアウト1、3塁から糸原がね、センターへのタイムリーヒットを打ってね、ここで先制。この試合ね、サトテルと変わって糸原っていうね、で、まあ、その土曜日はね、木浪に代わって、小畑が出てね、活躍したし、で、この試合日曜日もね、サトテルに代わって、5番ね、1、2、3、4、5、6番か、糸原が4打数3打1打点と、糸原配って、ね、この岡田采配的中っていうね、で、この先制の中ね、佐伯だからこのまま行きたいかなっていうところで、まあ、4回表ね、先頭村上フォアボール、そしてサンタナにね、タイムリーツーベースを打たれて同点に追いつく。まあ、ここでね、山田が三振するんだけども、こう、進塁打最低でもね、追い込まれてから打っとけばねっていう、ちょっと細かいところだけどもね、この今最下位にいるっていうところでは、ちょっとそういう細かいところも欲しかったかなと。で、5回表ね、ワンアウトから丸山ライト前ヒット、オスナセンター前ヒット、村上アウトになるけども、ツーアウト一三塁からサンタナがね、勝ち越しタイムリー、そして、山田がタイムリーヒットとね、2点取って3対1。まあ、このまま行くと思ったけど、この5回ぐらいにね、近本スリーベース、で、中野のね、犠牲フライで1点と、この1点ね、後々考えたタイガースにとったら、大きかったかなと。で、7回裏ね、ピッチャー、木澤から大西に代わって、先頭代打の前川、センター前ヒット。で、近本643ダブルで、これで終わったかなと思ったんだけども、この2アウトからね、中野センター前、森下レフト前ヒット。で、2アウト1塁から大山のね、まあ、レフトでタイムリーヒットなんだけど、結果的にね、まあ、浜風かな、ふわふわって言って、まあ、サンタナがね、必死で追われてきたけど、サンタナの前に落ちたんだけども、あれどうなんやろな、ショート長岡、俺ショートが取りに行ってもよかったけど、ショートの長岡もなんか変なとこ追われていってたから、もうほぼ長岡も球の 見失ったやろな、出方ね、違う方向追いかけていってたからね、ぜひ見てみてください、そこの映像を見れる人はね。だからもうサンタナが追いかけてきて前にポトリとして、まあこれね、でその中でもファーストランナーの森下ね、あれでちゃんとホームまで帰ってきてるっていう走塁がね、クッとナイス走塁。あれ大きかったよね。ああいうところでしっかりね、走って、そ本塁まで帰ってくるっていう走塁ね。で、これで逆転になってね、ヤクルトは敗戦っていうね、もうついてもないね、本当に。まあ、風のあやもあるしね。でもその後もね、まあ、6回以降っていうところで言うと、ほぼほぼね、ヤクルトノーチャンスだからね、そういったところではね、このタイガースのね、まあ、タイガースとね、1ヶ月総チェックで言ったけども、ね、梶谷、ゲラ、岩崎ね、きっちりね、冷風で抑えて、最近の後ね、見事なピッチングっていうところでは、このリリーフ陣のね、健在さ。で、ヤクルトはまあ、不運で大西がね、負け投手になったけども、まあ、ここのね、リリーフ陣の再構築っていうところも、ヤクルトは必要になってくるかなっていうね、小園はいいピッチングで試合作ったけどね。まあそういったところではね、まあ結構ね、風の至るだで阪神がね、最後ものにした。あとはリリーフのね、力強さはね、勝ちに大きな影響を与えたからと。まあ結果ね、2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。さあ27日、中日対ヤクルト、金曜日試合なかったんで、これがカード初戦です。6対4、広島の勝利ということで、森下がね、2勝目。7回93球、5安打6三振、1四球1失点と、若干球が高かったから、
どうなるな、そん調子良かったのかな、たまに高めに強い球、低めに変化球っていう感じだったけど、若干高めに行く球もあったかなっていうところで、でね、中日先発梅津で3回3分の2、75球、5安打4三振、4四球、3失点と、ちょっと制球がね、ばらつきすぎたかなっていうね、ところで、広島はね、2回表、先頭で、ね、坂倉フォアボール、で小園がセンターフライになるけども、ワンアウト1塁からね、うぐさが1週間で3本目のホームラン、ツーランホームラン、頑張って。ね、これで2点先制、森下がね、投げるときはよく打つらしいですね。はい。で、このね、やっぱ中日のね、やっぱ強さも出てるのが、2回の裏ね、その2点取られた後に、ワンアウトからね、上林が、中日移籍してから初ホームラン、ライトスタンド、頑張って。ここね、うまく救ったね。ね、で、この4回ね、広島はね、坂倉ヒット、小園フォアボール。だから、梅津もね、こういったところのね、このフォアボールが若干やっぱね、失点に絡んでいくよね。で、ノーアウト1、2塁から、うぐさがね、三振。で、その後ワンアウト1塁からね、相澤がレフト前ヒットで、ワンアウト満塁から矢野のね、センターゴロの間に1点っていうね、まあセンターゴロ何起きたっていうところで、まあ、ショート、セカンド、センターね、ギリギリのところの、しかも浅いところのフライだったからね、ハーフウェイ取ってて、取ってダブルプレーもきついからね。だからあの小園がね、まあ三塁で、まあそれがポトンと落ちて、上林が三塁投げて、セカンドランナー小園がアウトになっちゃったけど、まああれは仕方ないかな。落ちたところが、稀に見る難しさがあったね。あんまり行きすぎて万が一取ってたらダブルプレーになってるからね。まあそこは仕方ないかなと。でもここでね、きっちり1点取って、ね。で、7回にもね、2アウトから、菊池のね、サードゴロ、カリステがね、悪送球、バーンと。ね。で、野間がライト前ヒットで続いて、坂倉フォアボール。で、2アウト満塁からね、小園が、ね、ライト前ヒットっていうね。まあ、このね、その時の、センターゴロ、俺は仕方ないと思うけどね、センターゴロもあったし、このね、6回ね、小園がレフト前、うぐさがデッドボールで、ノーアウト1塁からね、相澤がバンドして、バンドファールして、で、バッサーでファールして、俺ここね、普通に素直に送りバントでよかったと思うけどね。これもう一点ね、4点目って大事だったと思うんだよね。で、それで、うちに行ってライトフライになったところ、超浅かったけどね、セカンドランナー小園が三塁タッチアップして、楽々アウト、バッと。あれは浅すぎるって。しかも岡林だからね。で、ここで1点取れず、まあね、この2個のね、走塁うまくいかなかったことがあった中で、7回ね、先ほども言ったように2アウト満塁からライトへタイムリーヒットっていうところで2点取ってね、5対1。まあこれでね、もう俺は正直勝負決まったかなって思ったけどね。でもここのね、2アウト満塁から小園のライト前ヒットも、ファーストランナーね、坂倉が無駄に3塁狙っちゃって、で、途中で引き返してきてアウトになるんだけども、いや、無理に行く必要なかったよ。ホーム楽々セーフだったからね。そしたら次またね、2アウト1、2塁でもう1点入るチャンスあったかもしれないから、無駄なおとりはね、おとりじゃないからね、自爆だからね。あれはね、バッとね。でもこのね、5対1で終わるかと思ったら、8回裏ね、ピッチャー増田、2アウトからカリステがホームラン。で、中田レフト前ヒットで細川がライトへホームランというところで、一気に3点ね。1点差になるけども、9回表にね、ツーアウトから坂倉フォアボール。だから今日ドラゴンズはね、ちょっとこのフォアボールから失点っていうのがね、ちょっともったいないよね。で、ツーアウト一塁になって、小園がね、ライトにタイムリーツーベース。で、ダイソーの初期がね、ホームインっていう形で6点目。これは大きかったね。で、最後はね、やられちゃったね、栗林がね、3人でしっかり抑えて勝ち切ったっていうところでは、まあ、しっかりね、ヒットも繋いだし、ちょっとでも走塁ミスね、ちょっとあるからね、カープはね、そこはちょっともうちょっと修正した方がいいなっていうところもあるし、まあ、ドラゴンズは負けたけどね、この粘り強さっていうところはね、昨年なかったと思うんでね、まあ、負けた中でもいい形のね、試合展開だったんじゃないのかなと。まあ、初戦はね、6対4でカープと勝利でした。中日対広島、28日の試合、0対0で引き分けということでね、広島が今1勝1分けでしたけども、広島先発栗ね、7回99球、4安打3三振、2球無失点とね、球数も少なかったし、ストライク先行で勝負できたしね、しっかりインコースも投げれてたし、非常にね、アグレッシブにいいピッチングだったと思います。その後ね、島内、栗林、矢崎、森浦、堀江とね、しっかり繋いでピンチもありましたけどね、しっかり防ぎ切って、0点。ね。で、中日先発ね、高橋宏斗、今季初先発っていうところで、7回108球、3安打5三振、2球無失点。まあ、ストレートも走ってたしね、もうほぼほぼピンチもなかったからね、非常に良かったと。その後ね、松山、マルティネス、斉藤幸喜、清水、藤島とね、まあ、こちらもピンチもありながらね、まあ、しっかりね、防ぎきれたかなと。でも、複数安打されてないからね、連打っていうところがなかったからね、まあ、大きかったかなと。まあ、この試合ね、中日はね、勝てたよ。正直ね、これも延長入ってね、10回裏。ね、ピッチャー矢崎、村松フォアボールで石川レフト前ヒット、
で、ここね、岡林送りバント決めなきゃ、ファーストファールフライ。これ送りバント決めてたら勝てたよ。ね。で、アウトになって、田中美希は三振。で、仮してフォアボールになって、ツーアウト満塁、ダダウサミね、セカンドゴロ。このバントね、悔やまれるね。で、11回裏もね、先頭細川ね、小園のね、サードゴロファンブル。慌てたね。まあ、そっから思いっきり拾ってね、投げたけどね。で、その後ね、ノーアウト一塁から上林が送りバント決めて、ワンアウトになり、山本がね、センター前ヒット。ここでね、ワンアウト一三塁ね、代打福永、ここをね、満塁策で敬遠。で、ワンアウト満塁から石川ね、セカンドフライ。ね。で、岡林セカンドゴロと、これね、ビッグチャンスありながら。で、12回裏はね、スンと抑えられちゃってっていうところで、この10回、11回ね、ドラゴンズあと1本打ってればね、まあ、引き分けたから良かったけどね、勝っチャンスあったかなと。カープはね、あんま連打がなかったからね、正直なかなかね、よく引き分けれたかなっていうね、カープ的にはね、ドラゴンズは勝ってたかなっていうのはね、0対0の引き分けの試合でした。だから、あれか、中日広島はね、2連戦だったから、1勝1分けで、このカード、カープと勝ち越しでした。はい、で、パリーグはね、27日からがカードの初戦というところでね、このゴールデンウィーク。まず、日本ハム対ね、オリックス9対0で日本ハムの圧勝というところで、日本ハム先発ね、伊藤大海、3勝目。今年は本当に開幕からね、めちゃくちゃいいピッチング。6回115球、1安打8三振、3四球無失点というところで、今年はね、まあ、スイーパーっていうね、解説で言ってたけどね、だからまあ俺はスイーパーなのかなと思うけども、まあスライダー系ね、まあしっかり横曲がりでいいところに投げ切ってね、今日の試合は特にこのね、スイーパー、スライダーがね、いいところに決め切ったかなっていうね。で、日本ハムはね、初回ね、ピッチャーね、無垢のヒレンね、トミー・ジョン手術から復帰してね、一軍復帰登板ってなったところで、初回ね、加藤ライト前ヒット、磯畑アウトになるけども、万波がタイムリーツーベース、マルチネスレフト前ヒット、で、タミヤがね、ライトにタイムリーツーベース、で、郡司がタイムリーヒットというところで、1イニングで、1、2、3、4、5、6本ヒットを打って、一気に4点っていうところで、まあ、ムクノキにとったらね、厳しい復帰登板になったけども、まあね、いい悪い、ムクノキの投球がいい悪いっていうよりもね、まあこれをね、ここからのスタートだからね、また頑張ってもらいたいっていうところと、まあ3回ね、55球9安打1三振、1球4失点っていうところで、まあね、2回でもね、ピンチね、作るけども、しっかり抑え切ったしね、3回でもね、ヒット2本打たれながらも抑え切ったというところではね、まあなんとか踏ん張ったかなっていうところもあるけども、まあここからね、また復帰してね、頑張ってもらいたいっていうね。で、日本ハムはね、7回裏に、2アウト、1アウト2塁からタミヤがね、ライトにタイムリーツーベース。で、8回にはね、マルチネスタイムリー、タミヤタイムリーっていうところで一気に4点で9対0。もう完勝です。17アンダーだからね、正直もっと点入っててもおかしくなかった試合展開のもう圧勝だったけど、まあオリックスとしたらもう完敗だね。唯一オリックスで、もう唯一ワンチャン勝てるチャンスがあったとしたならば、こう7回、ワンアウトから頓宮宗、紅林と連続ヒットでワンアウト満塁。で、杉本三振、福田がね、ファーストファールフライっていうところでアウトになるけど、ここでね、まだこの時代4対0の試合、時だから、2点でも最低取って4対2になってたら、ひょっとしたら、ひょっとね、なんかチャンスあったかもしれないかなっていうところもあるけども、もうそれぐらいです。オリックス完敗です。日本ハムとしてはね、伊藤がナイスピッチングをして、ね、タミヤいいね、これ月間MVPあるね。タミヤね、これ里崎賞もあるね。パリーグ初がタミヤの可能性あるね。これね、まだ今里崎賞パリーグの選手誰一人取ってないけども、タミヤの可能性出てきたね。まあまだ始まったばっかりだけどね。本当に日本ハムのね、この躍動躍進はね、タミヤがね、の存在というのはかなり大きな、試合だったし、今までの展開もタミヤの存在はね、かなり大きいんじゃないでしょうか。9対0で日本ハムの先勝です。日本ハム対オリックス、28日の試合、5対4でオリックスの勝利ということで、日本ハム連勝ストップという中でオリックスね、今季、初登板初先発、斉藤京介、3回3分の2、75球、ノーヒット、4三振、4四球、2失点。いやー、もったいないね。ノーヒットだからね。まあでもここからね、木の木と同じようにね、どんどん攻めていこうと。でね、2番手に登板したのが、まあ木の木と同じようにね、育成に落ちてからね、支配下に登録されて、富山もね、3分の1、7回、じゃあ3分の1、7球っていうところでね、4回のピンチね、2アウト満塁で清宮をね、レフトフライの打ち取って、火消しっていうところではね、非常にグッピチ。ね。で、日本ハム先発加藤ね、5回88球、4安打5三振、1四球3失点っていうところで、いや、勝ち切りたかったけどね。まあ、その中でね、日本ハムね、ヒット1本しか打ってないから、ヒット1本で4点取ってる。逆にすごいね。5回、先頭加藤フォアボール。で、磯畑がね、バンドしたところ、サードお手玉エラー。ね。
で、万波がフォアボールでノーアウト満塁からマルチネス三振、タミヤがセカンドゴロになるけども、ツーアウト満塁から、郡司上川畑連続押し出しで2失点で、ここでねピッチャー富山に変わって、まあ、レフトフライで打ち取って、でオリックスはね5回の表先頭森ライト前ヒット、若月三振するけども森が盗塁成功で、ゴンザレスのねワンアウト2塁からサードゴロ、清宮ファースト悪送球バッと変なランニングスローしてこうと、これ痛いよ。で、ワンアウト2、3塁になって、私のショートゴロの間の1点。で、2アウト3塁からね、福田のセンター前タイムリーっていうところで、これ、清宮ちゃんと投げてたら0点でいけてたからね。で、同点に追いついた中で5回裏ね、ピッチャー高島に代わって、中島フォアボール。で、加藤がね、セカンドゴロ。で、磯端のね、ワンアウト3塁からファーストゴロ、頓宮ホームへね、フィルダーチョイスプラス悪送球っていうところで、あれはホーム投げちゃダメだよ。絶対セーフだから。あれはもうね、1点確保でファーストね、しっかりアウトにしとけば、その後ね、2アウト2位から万波がレフトへタイムリーツーベース。これがね、唯一の日本ハムのヒットになったけども、ここで1点目取られてないんだよ。この4点目のね。だからあそこはね、しかも体勢も悪かったしね。バーッと。あそこはファーストで。でも4対2ね、このまま勝ち切るかというところで、6回ね、西川が、ライトスタンドへのホームラン。1回ね、大飛球ファール打って、2回目ね、もう大根切りでね、ライトスタンドへのホームラン。で、7回にもね、先頭交代してレフト前ヒット。で、足立の送りバントを、タミヤはセカンドへ悪送球。で、ノーアウト1塁から福田送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から宗がね、ここでピッチャー川野に代わって、インコースめちゃくちゃ厳しいところだったけどね、引っ張り込んでライト前ヒットで、同点。で、8回にはね、セレーのレフト前、で、頓宮センター前ヒット。で、ノーアウト1、3塁から森のね、サードゴロ。まあ、これね、3本間挟んでっていうところもあったけども、三塁ランナーね、野口よく踏ん張ったね。で、その間にね、バッターランナーの頓宮が、二三塁になって、まあ、前の走者にね、占有権あるから、まあ、頓宮の方がアウトになったけどね。で、ツーアウト、ワンアウト二三塁からね、若月がライトへ犠牲フライに行って勝ち越しっていうね。ここはもう野口がね、よく踏ん張ったね。あそこで簡単にアウトになってて、ランナー来れなくてね、ワンアウト一、二塁のままだったらね、決勝点取れてなかったかもわかんないからね。そういったところでは、ここはね、しっかり野口の走塁がね、生きたなっていうところと、まあ、富山だったらね、高島に失点するけども、小木田町田と平野とね、ノーヒットで抑えて、しっかりね、グッドリリーフっていうところで、勝ち越してね、まあ、大きな1点、まあ、大きな1勝ね。まあ、ね、1安打で4得点で日本ハム勝ったらもう大事件ぐらいね、珍しいことだったけどもね。まあ、斉藤京介はね、また次回ピッチングに期待しましょう。結果はね、5対4でオリックスの勝利でした。続いて、ロッテ対楽天、4対1楽天の勝利ということで、ロッテは7連敗、ね、まだ目を覚まさず、っていうね。中で、ロッテ先発でメルセデス、6回108球、7安打3三振、無四球無失点っていうね、まあ角度のついたね、ストレート、カットボールしっかり投げ切ってね、めちゃくちゃいいピッチングだったけども、まあこれで勝てないんだからね、メルセデスもかわいそう。ね。まあその中でね、ロッテは3回裏ね、ワンアウトから藤岡フォアボール、で、角中がツーベースを打って、ワンアウト2、3塁から、ポランコのね、犠牲フライで先制するけども、まあこの1点のみっていうね、で、楽天先発ね、うち、7回99球、3安打1三振、2四球1失点とね、まあ、7回しっかり投げ切れたことによってね、この、8回にね、逆転してくれて、勝ち投手のね、権利、8勝利かな、ピッチ。ね。で、その中でね、楽天は8回、ワンアウトからね、小郷レフト前、村林がライト前ヒット。で、浅村がね、レフトへ同点タイムリーね、レフト線に打って、で、島内がね、ホームランかっていうあたりでね、タイムリースリーベース、ね。で、ワンアウト三塁になって鈴木大地はアウトになるけども、ツーアウトから阿部がね、タイムリーヒットで一気に4点っていうね、まあベテラン勢大活躍というよね、浅村も状態上がってきたしね、一気の集中だ。ね。まあその中でね、まあロッテはね、メルセデスの後、鈴木、沢村、沢田、国吉投げたけども、多分これ鈴木、沢村が7、8なのかな。で、9はどうなんだろうね、増田打たれちゃったけど、増田で行くのかな。まあこの形で行こうとした中で、またね、勝ちきれずっていうね、さあどこまで続くのかっていうね、まあ、うちもね非常にいいピッチングだったけども、もうロッテ打線が悪すぎるのかうちが良すぎるのかもう分かんないからね、うちはもう一回違うチームとの対戦の時にしっかり調べます。はい、まあ、なかなか厳しいね、ロッテもね打たへんもんね、続かへんしね、もうどうしようもないねこのところ。まあ明日どうなるかだね、もうこの初戦はね、もうロッテとしてはもうどうしようもない。楽天はね、あのまま1対0で負ける可能性もあったけど、よく8回にね、集中打で逆転したなっていうね、ところもあるし、ロッテとかもね、8回裏もランナー得点圏まで行くけども1本出ずっていうね、まあ5安打じゃ勝たれへんで、正直しかもホームランも出てないし、ね。まあ楽天はね、だから言って普通にやったら勝てるって、申し送り事項でね。まあそれぐらいね、ロッテの今の状況はかなり悪い初戦のように見ました。まあ明日ね、爆発するのかどうか、
ね、日曜日の試合確認したいと思います。まず初戦はね、4対1楽天の勝利でした。さあということで28日ロッテ対楽天10対1ロッテの勝利ということで7連敗でストップね。小島が2勝3敗2勝目ね、ということで、ロッテ先発小島ね、7回108球、5安打4三振無四球1失点とクピチね。で楽天先発竹中3回50球7安打1三振1四球まあ、5失点っていうところでもうワンチャン1イニングでやられちゃったね。まあ前回もね、6回2失点とね、いい形になって、そのまま勝ってというところで、まあここもね、2、3失点で抑えて、なんとかね、味方の反撃でっていきたいところが、まあ一気に5失点はね、さすがにきつかったっていうところと、まあね、長期連敗をもうね、脱出するには、ピッチが完封で抑えるか、大量得点取るかっていうね、大体この2者択一になってくるところね、10点という猛攻でね、やっと目を覚ましたかってね、やっと目を覚ましたかって、2回言ったけどね。ということで、ロッテはね、3回裏、先頭安田がね、ライト前ヒット。で、富杉送りバンドを決めて、岡フォアボール。だから、滝中はこの岡のフォアボール痛かったね。で、藤岡レフトフライになるけども、ここからね、ポランコ外、角中佐藤とね、4者連続タイムリーで一気に5点。ね、佐藤どうしてもね、今状態、バッティング状態良くて、打率が、3割7分8厘、ね、5年目。ね、佐々木も5年目で、3割1分9厘、ホームランはね、8本というところでね、2003年に打ち立てて、だ佐藤投手もちょうど大卒5年目、佐々木と一緒です。今年、開花するか。ね。で、その中でね、楽天は5回表にね、まあ、ワンアウト3塁からね、石原のショートゴロの間、ここはもうロッテはね、後ろ下がってて1点 OK ですよっていう中で1点取って、まあ反撃行きたいところね、5回裏ポランコのホームラン。これで決まったね、ロッテとしてはね。で、6回裏、岡がタイムリー。そして、7回には、友杉がタイムリー。で、岡のところでね、村林エラーっていうところで、まあ、10点を取って、10対1、完璧な逃げ切り勝ちね。で、ロッテはね、まあ、安田が復帰したというところで、サード安田ね、この日も2安打っていうところで、まあ、こっからね、どうなっていくんだろうね。でも、中村翔吾も途中から出てヒット打ってるしね。この、まあ、これがまたね、中村翔吾の刺激になってくればいいし、まあ、こういったところどううまく使っていくか。まあ、この試合はね、クリーンアップ、ポランコ5打数2安打2打点 1ホームラン。で、外が4打数2安打1打点。で、5番角中ね、3打数3安打1打点。もう結局ね、荻野角中のおじさんコンビとね、ポランコ外のね、両替工事選手に頼るしかないっていうね。まあ今日はね、いろんな選手が頑張ったけども、明日ね、どうなるのか。現状ね、1勝1敗の5分という形ですね。続いて、ソフトバンク対西武。27日の試合、2対1でソフトバンクのサヨナラ勝ちというところで、西武先発今井ね、7回119、5安打6三振、2四球1失点と、まあ相変わらずね、素晴らしいピッチング。立ち上がりね、なんかすごい立ち投げ気味で、何この軽く投げてる感じと思って、いきなりね、先頭川村にヒット打たれて、で、柳田にもヒット打たれて、まあピンチになってからはね、しっかりこの下半身の粘り入れで投げてたから、なんかランナーいない時といる時と投げ分けてんのかなと思って、またニューホームなのかなって思いながらね、見たけどね、ちょっとびっくりしたっていうね、ところです。で、ソフトバンク先発モイネルね、7回108球、3安打5三振、3四球1失点とね、まあこちらも相変わらずね、素晴らしいピッチング。しかも7回までね、108球だったから、セーブもね、まあ簡単にできることじゃないけどね、この、初回ね、1番からこう、初球ショートゴロとかね、まあ、球数投げさせたら5回ぐらいで変わるで、100球あの投げたら。そういったところももうね、今4安打でね、なんとか1点取って、まあ金子のね、3回ホームランで1点取ってっていうところでね、だけど4安打だし、もうそういうね、細かいところからね、やっていった方がいいのかなと。でもまあ今日西武はね、やるべきことをやったけどね、やっぱ最後1本出えへんよね。6回もね、2アウトからおかわり君センター前ヒット出て、ファーストも離れてるしね、あの、油断してるから、もうボイネロがね、大きく足上げてるから、おかわり君ね、盗塁したけど、チャンスメイクしたけども、アギラがサードゴロ、ね。7回にもね、先頭佐藤がフォアボール出て、その先フォア、ね、送りバント決めて、得点圏まで送ってね、で、源田フォアボール、で、2アウト1塁からね、古市がセンターフライ、そして長谷川がね、空振り三振っていうね、8回でも先頭金子がセンター前ヒット出て、平沼送りバントを決めて、で中村明がね、連続でアウトで1点取れずっていうね、もう最低限やることやってるよ。ね。まあ、ここでエンドランしようとかもね、そんなこと言ったらもうダメ。ね。もうバントしてもうね、確実に確実になんとか1本でってなってるけども、1本ですっていうね。ね、バントしたら得点圏下がるやないかっていう人いるけどね、佐々木チャンネルのデータによると、バントした方が得点確率が上がるっていうデータもあります。はい。その中でね、なんとかやってるけど、一本出ずっていうね。だってそもそもヒット4本しか打てなくて、チーム打率も悪いから、打たしてても無策になるからね、これは俺は送りバントで良かったと思うけどもね、まあ、そのままね、
逃げ切りたかったけどね、西武としてはね、今井、本田、佐藤、アブレイユっていうね、逃げ切りたかったけどもね、まあ7回裏ね、先頭栗からフォアボール、ウォーカーね、レフトフライで、甲斐が送りバントを決めて、ほらこっちも送りバント決めていくから、さあここでね、代打の切り札ね、中村晃ね、ライトにタイムリーヒット、同点。こっちはきっちりバントで送っていって入るっていうね。で11回ね、アブレイユから増田に変わって、先頭シュートがね、レフト線オンザラインでね、フィールドシートに入ってエンタイトルツーベースで、今宮がきっちり送りバントを決めて、ワンアウト三塁から柳田敬遠ね、そしてワンアウト一三塁から川瀬がね、2球目インコースのカットボールかな、右中間を抜けるね、サヨナラヒットでサヨナラ勝ちね、アキラで追いついてヒカルが決めるね、同じ名字漢字だからね、名前がね、まあ、ここでね、まあ、裏話、俺が聞いた話によるとね、試合中もね、この裏のスイングルームでね、中村と川瀬がね、スイングしてて出番待ってて、で中村が先聞いて、よし俺がここで言って追いついてくるからちって追いついて、川瀬最後決めろちって、で決めてね、アキラで追いついて光が決める、素晴らしい試合展開ね、ホークスのね強さ、日替わりのねヒーローの強さ、阪神と一緒だね、こういったところでね、川瀬の活躍するっていうところも非常に素晴らしいし、やるべきことをやってね、決める人が決めるっていうね、とこもできてます。西武はね、やるべきことやってるけど決めれる人が決めれない、さあ明日の試合どうなるのかね、初戦は、ホークスの 2対1で勝ちでした。続いてソフトバンク西武ね、28日の試合3対2で2試合連続ソフトバンクのサヨナラ勝ちっていうね、ところで、まあ西武をね、やらなきゃいけないことをやってるけどね、ベンチはね、まあ、このね、3回ね、まあソフトバンクはね、初回、山川のタイムリーで1点先制するけども、3回ね、外崎ツーベースで、隅田に送りバントを決めて、まあ なんとかね、ワンアウト3塁のチャンス作っていかなきゃいけないからね、でワンアウト3塁のチャンス作って、源田のね、ファーストゴロ、まあ中村晃ね、ホームへスローイングして、これね、アウトになったけどもね、リクエストでセーフ、外崎がね、いいスタートといいスライディングしたよね、でここでね、この5でしっかり1点取って、なんとかワンアウト3塁作って1点同点に追いついてね、4回もね、ツーアウトからね、チャンスっていうところで、まあ、外崎1本出ず、ね。で、5回にもね、ツーアウトから金子センター前ヒットで、盗塁でね、走って、セカンドまで行って、得点圏チャンス来るけども、平沼がね、サードゴロ、ね。で、7回裏にね、甲斐のホームランで、2対1ね、ソフトバンクに勝ち越されるけども、8回にね、先頭、金子がフォアボール、平沼ライト前ヒット、で、ノーアウト1塁からね、中村滝がサードゴロアウトになるけども、アギラがね、ライト前ヒット、で、ワンアウト満塁から佐藤がね、ライト犠牲フライで同点、もうなんとかね、もう犠牲フライでも内野ゴロでも何でもいいからね、点取ればね。で、9回にもね、ワンアウトから隅田にライト前ヒット、で、源田の時にね、ダイソーの山野辺が盗塁するけどもアウト。で、源田がね、内野安打で出て、で、ここでね、また源田が盗塁で走ってね、セカンドセーフ。で、金子がね、サードフライっていう。まあ、なんとか動いて動いてしてね、アグレッシブに行こうっていう、その姿勢してるけどね、最後の一本出ない。これはもうベンチはどうすることもできない。で、一番の問題はね、俺これ10回だと思うんだよね。このセーブ10回ね、先頭平沼がフォアボール、中村拓也ライトフライになるけども、アギラがね、レフト前ヒットっていう、レフト、戦場のヒットになったんだよね。で、ここでね、近藤がね、もう、中継はね、サードの方入ってたけどね、そっから思いっきりね、反転してセカンド投げんだよね。で、バッターランナーアギラがセカンドで楽々タッチアウト。いっちゃあかんて、っていうか見たわかるやん。もう危ないと思ったら戻ってこなきゃ。楽々アウトだったで。で、結果ね、2アウト3塁になって、佐藤はフォアボールになるけども、岸がセカンドゴロでね、1点入らず。これね、アギラファースト残ってたら、ワンアウト1、3塁で佐藤でしょ。ね。で、3塁ランナーが平沼でしょ。セーフティースクイズでもスクイズでも何でもできたよ。このアギラのね、無駄なセカンド走塁ランは、これアグレッシブでもなんでもない。ただの暴走。これマジもったいなかった。ね。で、12回にもね、ワンアウト満塁でチャンス作るけども、外崎がね、5-4-3ダブルプレーと1点取れずっていうね、そうこうしてたら12回ぐらいにね、ソフトバンク、先頭クリアがね、ライト前ヒット。で、ここに三森がね、きっちり送りバントを決めて、で、川瀬はね、前日サヨナラヒット打ってるけども、ファーストに出るから、敬遠。で、代打ウォーカーセンターフライに打ち取ってね、で、ここで川村がね、ライト前ヒットで満塁。2アウト満塁から、なんと2エンド2から、フルイチ、パスボール、バーン。あのグラブの使い方してたら絶対ああいうパスボールすんねん。俺もあのパスボールせえへん理由知ってんねん。どうやってやったらいいか。でも俺は YouTube で技術指導せえへんで。ああいう、なんねん、絶対。ああいうと構え方とああいう動きしたら。
ぜひアマチュアの皆さん、パスボールしない方法を知りたかったら、佐渡崎の野球教室にぜひ来てください。お待ちしてます。ね。あもう、で、結局それでね、サヨナラ負けっていうね。まあ、ソフトバンクもね、頑張ったね。リリーフね、松本1点取られるけどね、オスナ、ツモリ、藤井、杉山ね、しっかりピンチ招きながらもね、なんとか粘ったね。逆にほんとセーブ1本出えへんな。俺はもうアギラーのあの、最後ミスだしね、まあ、ここ踏ん張るしかないね。12安打打って2得点しかしてないからね。しかもあの、タイムリーゼロだからね、内野ゴロと犠牲フライだからね。でももうベンチはやることやってるよ。アグレッシブに動いて。まあ、あとは選手が躍動するだけよ。ね、さあ月曜日の試合どうなるのかね。ソフトバンクはね、この2試合連続ね、さようならなんとか踏ん張ってね、最後勝ち越す素晴らしいね2連勝でした。さあということで1週間のね、ベストラインやっていきましょう。まずはパリーグから。ピッチャーソフトバンク大津帝京大魂、はい、キャッチャー日本ハムタミヤ、侍入りもあるかも。ファースト日本ハムマルチネス10アンダー素晴らしい。セカンド日本ハム上川畑、岡山倉敷商業出身、甲子園出てます。はい。サード楽天浅村、勝負強い。ショートソフトバンク川瀬光、アキラで追いついて光で決める。レフトソフトバンク今度もう常連です。はい。センターオリックス福田、打率3割4分8厘すごい、今絶好調。はい。ライトソフトバンク柳田、8安打5打点。DH ソフトバンク山川、5安打5打点。もうどんなに打つんだソフトバンククリーンナップ。はい。リリーフセーブアブレイユ、2ホールド1セーブ。打線は気まずいけどもアブレイユは頑張ってます。はい。さあ続いてセリーグピッチャー広島徳田、もうカープのエースです。キャッチャー DeNA 山本、こちらも侍あるよ。はい。ファースト阪神大山、もう復活です。はい。セカンド巨人吉川、点取れないけども吉川はしっかり結構打ってます。はい。サード中日カリステ、本物なのか。はい。ショートヤクルト長岡、固め打ち。はい。レフト広島うぐさ、価値ある日本塁打。はい。センター阪神近本、もリードオフマン全開です。はい。ライト阪神森下、元気いっぱい、走塁も素晴らしい。リリーフ DeNA 森原、グッピッチ。はい。さあということでね、まあ、ゴールデンウィーク皆さんね楽しんでますかね。明日も試合あります。セリーグはねカード変わりますけども、パリーグはカード変わりませんということでね、次は木曜日が試合ないんで木曜日に総チェックの動画出しますからぜひ見てくださいということで、佐々木総チェックおしまい。